演舞開演。どうもどうも、本日こちら魚谷さんの人気者たちを食べてみたいと思います。あ、でも刺身の盛り合わせとホッケは以前食べたことありますので、本日は残るベスト5のうちの3つを食べてみたいと思います。こちらが3位の4位のあれ3位かあれ何か忘れてるの、卵焼きと鶏軟骨の唐揚げですね。まずはこちらの卵焼き、大根おろしが乗っていますね。自分はあまりおろしが得意ではないんですけど、何かあるんでしょうか。ではいただきます。しっかりとした中にもしっかりとした歯ごたえがあって、卵そのものに純粋な味を口の中に広げて楽しませてくれましたね。で、大根おろしも程よい感じで卵のアクセントになっていて、さっぱりなことができました。お醤油だけでも良かったかもしれないですけど、そのままの方がいいかもしれませんね。で、鶏軟骨の唐揚げ、コリコリとした食感が通常の唐揚げとはまた違った味を出していますね。軟骨は何度か食べたことあるんですが、これは本当に美味しかったです。レモンをかけるとまた違った酸味がすっきり感も加わってとっても美味しくなができました。とお酒のおつまみに人気なんでしょうね。まあ居酒屋なんですけどね、ここで。こちらは人気ベスト5に入っているわけではないのですが、自分が食べてて注文した串焼きの盛り合わせです。こちらもテリテリのタレが美味しそうですね。ここに何かついてますが、これは何なんでしょうか。ではどの部位かわからないけど、こちらからいただきます。あっさりいただけたり、ふっくらしていたり、歯ごたえがあったり、多種多様なお肉を一度に楽しむことができてとっても美味しかったです。ちなみにここにあった調味料は唐辛子味噌のようですね。ちょっとピリリとして、また違った味を楽しむことができました。タレも香ばしくて良かったですね。お醤油が効いたタレ、やっぱり焼き鳥はこうじゃないといけませんよね。鉄板餃子です。なんかもうじゅうじゅう言ってますね。鉄板熱いのでお気持ちくださいのでした、まあ触れないように。で、タレと赤味噌の2種類がありますね。どちらが美味しいんだろう。ではいただきます。まずはそのままいっちゃいます。いただきます。味噌はピリリと辛く、タレの方は酸味を引いたポン酢に近いちょっとさっぱりとした感じの味でしたね。そして黒豚ですが、鉄板で焼けるのでパリッパリに表面が焼けていて、中の熱々でお肉の旨味がしっかりあってとっても美味しかったです。さすが、どのお料理も人気ベスト5に入るだけのことがあって、それも頷ける美味しさでした。こうしてお酒、これらをつまみにお酒を飲まれるのでしょうね。自分は飲めないんですけど、お料理はおいても美味しかったのでこちらの点数とさせていただきました。ちょっと鉄板のね、まだ来るんですけど、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。